衝道公認8年3月1日は奈良時代から平安時代初期にかけての層。衝道商人と称されることが多い。属性は若田氏。陽名は藤戸丸。芸屋国の南高岡に下月助、若田高藤の子として生まれる。母は豪族、吉田蓮氏の娘、明久佐氏。なお、生誕地には現在富津政がある。弟子に、 三琴沈宝氏がいる。日光山を解散したことで知られる。735年4月21日、下屋国芳賀軍に生まれる。属性は若田とされる。若田氏は、札楽山根流修行日記では、水仁天皇の第九王子で、下月の国室の屋島に移住した牧向巫との子孫であるとされ、日光志士では、上野国片岡群。 若田号から東に移った一族とされている。札楽山根流修行日記によると、正道の父は、下月助の若田高藤であり、母は、吉田氏であり、なかなか子供ができなかったが、伊豆止めの千獣観音に祈願して、子供を授かったという。少年期から三輪修行を行い、762年下月、薬師寺のにおいそうずに指示して、社ャ会、愚足会を受けた。 765年には、で流れ山万願寺を改装している。なお、正道の修復については、当時の関東に、元人の系列にあたる道中の天台教団があった、ほか、朝鮮からのトライ人を通じて、下言の教えも広まっていたことから、天台宗や下言宗などの一仏上の流れを組んでいた可能性があるという指摘がある。六十七年四月上旬に、 日光山へ、最初の登頂を試みたが、失敗した。七百八十一年四月上旬に再度登頂を、試みるが失敗。七百八十二年三月、三度目の登頂を、試みて、ついに成功した。この時、小動は、山の麓で、十七日間の土橋の後、見放山頂に捧げ、日光山の神霊を礼拝し、首上の幸福を願いたい。前進。 独立、山見に、登頂の手助けをしてもらいたい。自分は、山頂にて、菩提の境地に至りたいという内容の請願をしたと、いう。山頂に至った衝動は、請願の通り、そこで37日間、日光山の神霊を礼拝したとされる。784年3月下旬に再び、日光山に登り、弟子たちと共に、南湖、西湖、北湖の付近を歩き、南湖に、 神宮寺を建て、中禅寺を開いた。なお、正道は、四本龍寺や二ら山の神社の創建にも、関わったとする伝承があるが、史実かどうかは不明である。神宮寺で4年以上の修行をした後、正道は山を降りて、活動を始め、795年以降に、上野国公師に任じられ、上野国分寺に滞在した。なお、同寺の北東にある、 赤城山には、聖道が解散したという伝承がある。名声が高まっていた聖道は、下谷国津賀群城山に聖者を混流するなどしたが、この聖者は、現在の栃木県栃木市が長期に史跡が残る、下厳寺に否定されている。807年の干抜に際しては、日光山で旧を主法し、その功により、伝統方針を授けられた。この頃、空海に、 日光山について文章の作成を依頼し、814年に空海が衝動碑文を作成した。816年4月、日光山山頂に三者権限の社を建立。817年、四本流寺の北にある岩屈にて、83歳で死去。衝動の著作は現存せず、著作についての伝承もなく、また、衝動に関する資料も少ないとされる。 衝道と同時代の資料として、空海が814年に衝道の自責を記した碑文があり、聖門、衝道山水を経て、玄玉を英久比並びに、序として、返上百鬼症療集に収録されており、この碑文は、研究の上で、最も基本とすべきものとされる。後世の資料としては、以下のようなものがある。なお、人志長、道鎮、教皇、道金は、 衝道の弟子とされる。衝道の研究については、以下の三つに分類されるという。衝道については、その存在を裏付ける山頂の遺跡が発掘されており、当時の修行者としては、資料と物証との両面から考察できる点で非常に稀とされ、研究対象として大きな価値があるとされる。なお、上記の山頂遺跡の出土品からは、衝道に、 有力な支持者がいたことが推測されるという、ありがとうございます。